カヌースプリントで、東京オリンピック代表入りを目指す男子選手が、ライバル、手の飲み物に禁止薬物を入れた問題で、微物に禁止薬物を入れられた小松正春選が石川県小松市で取材に応じ、日本でこう、いうことが起きるのも信じられない、そう、が自分の身に降りかかるとは想像もしてなかったのでショックが大きいと話し、微物に禁止薬物を入れたということです。小松選手は、レース後のドーピング、さ、陽性反応を示し、JABA、非本拉致、イッティング機構から暫定的な資格停止、分を受けましたが、処分はすでに解除さ、ました。また、禁止薬物を入れた鈴選には8年間の資格停止処分が出され、飲み物に禁止薬物を入れられた。松選手は10日、合宿先の石川県小松市、取材に応じ、日本でこういうことが起き、のも信じられない。それが自分の身に降りかかるとは想像もしていなかったのでし、苦が大きいと話しました。その、カヌーの面では切磋琢磨、切磋琢していけるライバルだった、やつ、したことはどうしようもできないの。